ベイビーチャンネルです。今回はこのパキパキチョコのスクイーズを一から作ってみたいと思います。これは前のベイビーアンチャンネルの動画で紹介したものです。用意したものはこちらです。四角い化粧パフ2枚、こういう形のヘアピン、両面テープ、絵の具、ボンドです。それでは作っていきます。レッツゴー。最終的にはこのようにパフが2枚重なって中にこのヘアピンが入っている状態になるのですが、まずはこの板チョコの表面になる部分をハサミで形を作っていきます。6等分のチョコになるようにマジックで線を引いていきます。このように線を引いたら、この線に合わせてカッターナイフで切り目を入れていきます。上から3分の1ぐらいまで切れるようにそっと線を引いていきます。軽い力で何度か切っていくとうまく引けます。このくらいの深さで十分です。縦の線もやっていきます。縦にも横にもこのように切れ目が入りました。よく切れるハサミでこの角になっているところを坂みたいに切っていきます。これは細かくちょびちょび切るより一発で思い切りバサッていった方が綺麗に切れます。この外枠の部分も同じように斜めにカットしていきます。これで板チョコの形ができました。次にこのピンを入れてパフを2枚重ねていくのですが、この食べかけのところを作りたいので縦にピンを挟むよりも斜めにピンを挟みます。それでここの部分をちゃんと広く開けておきます。両面テープの上の紙を剥がします。ピンを置きます。この辺かな。はい、これで原型が完成です。実はこの一回り小さいものも作っていて、メーカーによってパフの大きさが違うのですが、どの大きさでも作れるので大丈夫です。これはダイソーで、これはセリアです。次は食べかけの線を描いていきます。こんな感じ、ふわっとした感じにします。勢いよく上から下までザクッと切っていきます。うわ、今回はこんな感じにしてみます。次は自分の好きな色のチョコになるように色をつけていきます。あんまり濃すぎないようにした方がこの後でチョコっぽく影をつけるときにやりやすいと思います。茶色でいきます。こんな感じの色です。最初はこのようにベタ塗りしちゃって大丈夫です。しっかり乾いたので続きをやっていきます。今度はこのチョコがもう少し立体的に見えるように影をつけていきます。板チョコの画像を見るとここの部分が黒っぽくてこの部分が白く光っているので、これに近づくような感じで塗っていきます。焦げ茶色を出します。このような感じで他の四角も塗っていきます。
今度はここにちょっと白っぽく塗ったように他のところも塗っていきます。もう一度一番最初の茶色を真ん中に塗っていきます。この周りの部分がちょっと色が明るいので、最初の茶色を二度塗りする感じで塗っていきます。できました。このように塗る場所によって色を変えたりすると立体的に見えます。ではこれをまた乾かします。今回のパキパキチョコスクイーズはちょっと長くなりそうなので、パート1、パート2に分けて紹介したいと思います。今回で色塗りは終わりなんですが、次にボンドとかでコーティングしてツルツルテカテカにしていきたいと思います。ラッピングもできたらいいなと思っています。ということで前半はここまでです。バイバーイ、また見てね。後半もお楽しみに。